マイケル・アース、マイケル・アース、マイケル・ E ・アース1953年4月27日生まれ、芸術家、住宅、造園、都市計画家、未来派芸術家、作家。マイケル・アースはこれまでに様々な作品に広い範囲携わってきた。1970年代初期のロックコンサートのポスターやエッチング、セリグラフ、リトグラフなどのオリジナル版が、 絵画、写真などが例として挙げられる。1983年には彼の作品集、マイケル・イ・アース・イントラスペクティブ1972から1982が出版された。1986年に商店を住宅と都市設計へと変える。2007年には映画制作者ブレイク・ワイヤーズ、ブレイク・ウィアーズと共同で第一作目となる。 長編ドキュメンタリーを作成した。アースは1986年から2000年にかけて南カリフォルニアにいくつかの民家をデザイン、建設、集計した。その中でもハリウッドヒルズのオネに統合されたカーサデリラと呼ばれる7階建てのスペイン風邸宅は特に代表的である。1999年にアースはニューアーバニズムよりさらに歩行者向けで エコロジー志向の新歩行者主義を創始した。この新たなアプローチはとてもコンパクトで、新しい街、または地域が必要とする。木が生い茂り、歩行者と自転車用通路がすべての住宅、ビジネス街の前にあり、自動車用道路が裏側にあるという街だ。歩行者通路のアイディアはすべてが彼のオリジナルというわけではないが、190年には、 カリフォルニア州ベニスにすでに湖車庫が裏で歩行者通路が前にあるスタイルが例として存在した。彼ほどこれらの点に強く重点を置いている人はいないであろう。アースはコンパクトで混合利用できる地域やビレッジセンターのような歩行者地域、ペデストリアンビレッジに住めば都市生活に関する問題は大幅に改良されると主張している。 このように開発地域が繁華街や新設されたビレッジセンター近くに作られれば通常車の中で過ごす移動時間は減少するであろう。それに伴って人々の運動量は増加しエネルギーの節約にもつながっていく。さらに密集して建てられた新しい街や開発地ではこの新しい住宅建設の形が人々の自動車依存を大幅に減らし結果として 生活の外観や内容もより美しくなると、アースは公言している。彼は現存する街をそのまま改装できる、似たような歩行者設備の建設も促進している。アースのデザイン。開発会社、ペデストリアンビレージインクは、新歩行者趣味の本質に沿ったプロジェクトを開発している。2000年、アースは、本とドキュメンタリー、ザ・レイバース・オブ・ハーキアリーズ。 モダンソリューションズ212ハーキアリアンプログラムズの制作中にフロリダ州ディランドに小さなスラムがあることを知った。そこで彼の持ついくつかのアイディアを試すことができると考え30件の荒廃死体へと商店を購入し6年の年月をかけて改装したのである。麻薬の売人を追い払い繁華街を建て直したことでアースは地域の人の支持といくつかの賞を手に入れた。 街の名前も、クラックタウン、クラックタウンから、ガーデン区と改名された。木を植え、歩行者通路、庭、中庭、自転車設備を、ガーデン区に築き、経済基盤の質を高めた。2004年には、アースは、主要混合開発の地方許可を、ガーデン区に設計、獲得し、新歩行者趣味の重大な競技を霊笑してみせた。パームガーデンは28軒の商店やレストランと、 一つの健康施設から、生、自動車乗り入れ禁止でプール、滝のあるトロピカルガーデンを見渡すことができる。52の住宅が小売りのスペースがあったところに建てられる予定である。道の反対側にはパームガーデンコテージがあり、歩道に面した庭と公共プール付きの12軒の家から成り立っている。庭は、新歩行者主義の本質通りに、裏の車道沿いにあり、 家からは表にある波競いの自動車乗り入れ禁止歩行者通路を見渡る形になっている。これらの新しいプロジェクトは2007年現在、フロリダ経済の加工のため保留となっている。2007年にアースは議論の的となっているホームレスの国家的解決先について発議した。それは彼の言う現在の一時しのぎのアプローチではなく、 車の乗り入れのほとんどない歩行者用の小集落の建設である。原型であるタイガーベイビレッジはフロリダ州デートナビーチ近辺のために作り出された。これは一時的、または永久的ホームレス両者の心理的、または精神的ニーズに対応していくのに優れているという。また、これは財政面でも、減災のアプローチよりも安く済む。集落の建設や維持。 または、労働局の設立といった、就業機会を設けることで、財政的にも、社会的にも、存続可能な集落となるであろう。長編ドキュメンタリー映画、ニューアーバン・カウボーイは2008年に、リリースされた。この映画は、アースのディランド・シュガーデン区の修復を記録に留め、新歩行者主義の背景にある理念を説明した映画で、ある。ユニス。 知的意識組織の世界的ネットワーク、ユニバーサルネットワークオブインテリジェント・コンシャス・エンタティスは、アースが1969年から発達させてきた未来の展望である。1990年代にユニスという名称を作り、複雑に絡み合ったコンピュータ、人間、インターネットとの相互関係から私たちの住む世界に、もうすぐ出現するであろうと理論立てた意識的な 知識を悲ししようとした。アースは集合的で終わりのない個々の形の両点においてユニスが地球を包み込み、そして宇宙へと広がっていく知的で非生物学的生活を生み出すかもしれない技術上の得意性到来を告げるであろうと考えている。このテーマについてアースは現在本とドキュメンタリーの制作に取り組んでいる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。